林部聡が6年ぶりとなるカバーアルバム語り部に読み語り部2を6月5日にリリースすることが決定した。本作には林部が生まれた1988年以降にリリースされた楽曲を全12曲収録。林部がアマチュア時代から聴き歌い影響を受けてきた等身大の選曲で構成されている。8年前のデビュー時から現在に至るまでライブでは毎回カバーソングを多数披露しており、オリジナルソング同様カバーを大切に活動してきた林部。ファンからのカバーアルバムに対する評価も高く、2018年にリリースされ今なおロングセールスを続ける語り部1に続く本作にも期待が高まる。語り部に2024年6月5日水曜日リリース、 ABCD-63570 ドリームズカムトゥルー、1995年バレエより好きなのに、古内塔子、1996年プロミス、広瀬香美、1997年桜の雨、いつか松たか子、2000年ミンキアセリングマッシング、八重田ひとみ、2001年本当はね。よりこ、2002年名前のない空を見上げて、ミーシャ、2004年なお、HY、2006年ハピネス、AI、2011年、ないオリジナルアーティスト、発表年曲順未定、全12曲収録、林部聡コンサートツアー2024歌で編む、無限の物語、2024年6月4日、火曜日17時開演千葉市民会館大ホール、6月7日、金曜日17時開演金本ホール、札幌市民ホール大ホール、6月13日、木曜日17時開演東京国際フォーラムホール C、6月16日、日曜日16時開演シェルターナウン、洋ホール、南洋市文化会館大ホール、6月22日、土曜日16時開演岡山芸術創造劇場、晴れの輪大劇場、6月23日日曜日16時開演福岡国際会議場メインホール、6月27日木曜日17時開演三寺日本特殊陶業市民会館ビレッジホール愛知県、6月30日日曜日16時開演と千木和下の新生姜ホール、栃木文化会館大ホール、7月6日土曜日16時開演 NHK 大阪ホール、7月7日日曜日16時開演静岡市民文化会館中ホール、7月12日金曜日17時開演リュートピア新潟市民芸術文化会館劇場、7月15日祝月16時開演大宮ソニックシティ大ホール、7月20日土曜日16時開演東京エレクトロンホール宮城大ホール、7月27日土曜日16時開演相模女子大学グリーンホール大ホール、